見つけたぜ。観念したのか。谷をやっちまうとはの、噂通り大した腕や。せやけどこいつの前じゃ剣の腕なんて関係ないやろ。余裕かましとるんやないぞ。谷三十郎に鈴木三木三郎、新選組の隊長も所詮はこの程度。ふん、最強の戦闘集団などと聞いて呆れる。今日は大収穫だ。新選組の隊長を四人も始末できるんだからな。こいつは俺がやる。バカを言うな。同時に攻めるぞ。やつはこういう状況に相当慣れてる。それにあんたは年だ。伊蔵の動きにはさすがについていけないだろう。あいつ相手にあんたをかばいながら戦う余裕はない。俺にやらせてくれ。頼む。いいだろう。いいんですか、お一人で。手柄は独り占めしたいんでな。なるほど。では今のあなたは新選組の斎藤はじめであると。ああ、そういうことだ。これは願ってもない。新選組の隊長であれば私も切らざるを得ません。竹地先生にもご理解いただけるでしょう。今日は思い切りやれる。来い。行くぞ。行くぞ。斎藤はじめ。